初夏から夏にかけ、松岡農園では八百枝豆の栽培と出荷が最盛期を迎えます。ハウスと露地の両方で栽培が行われていますが、この日はハウスでの収穫に立ち会いました。段取りを整え、朝6時から収穫が始まります。枝豆は鮮度で味の良し悪しが決まるので、収穫から出荷までそれぞれの工程で鮮度を保つ工夫が施されています。太陽の光が当たった状態で収穫すると、枝豆の表面温度が上がり鮮度が落ちる原因になるため、日が上がる前に収穫。収穫した枝豆は脱鞘機で鞘をもぎ取り、素早く選別し14度の井戸水で洗浄。気温の影響を受けないように流れ作業で行い、洗浄が終わったら冷蔵庫に入れて保存します。一連の作業は美味しいと思ってもらえるよう、また特産品として八百枝豆の優位性を保つための努力なのです。親の世代を引き継ぎ約30年間農業生産を続けておられる松岡さんに、特産品を育て広めていくとともに、都市で農業を続けることの大切さと難しさをお伺いしてきました。松岡農園の松岡隆明です。八尾市で農業をやってます。主に八尾枝豆、八尾若ごぼう、あと青ネギを栽培しています。特産に指定してもらってるから、その分結構PR とかもね、仕入れしやすいいうか、八尾若ごぼう、八尾枝豆ですとかね、ポスター作ってくれたりね。だからその分ね、やっぱり美味しいものやっぱり作っていかんと。一緒やん、八尾枝豆豊かで、どこの枝豆でも一緒やんと思われたら、もうあかんから、やっぱりこうやって鮮度を大事にして、なるべく美味しい状態で持っていただいたら、やっぱり八尾の枝豆美味しいなってなったら、直接買いに来てくれる人が多なったわ、最近。1キロあったらもう全然大丈夫。それ取りに来てもらうのが条件やけど、送ったら喜ばれてんとかね、2キロ箱何倍ちょうだいとか、4キロ箱でちょうだいとか、結構来はります。多い時やったら一番持っていくより、ね、こっちに飛んで売る方が多い時あるから。新しい豆やったらね、予約時間が短いんですわ。ハウスなんかもう3分も湯がいたら十分、もう沸騰してね、沸騰してから3分で。だから予約時間が短ければ短いほど、もう香りとね、味が落ちない。でも若かっても薄かったらダメなんです。ぷくっとしてて若い豆、これがもうなかなか見極めが難しい。1日2日で、ああもう過ぎちゃったなとか、あまだ1日早かったな、ちょっと薄いな。収穫時間がすごい短い。だからハウス1本1日か2日で取っちゃうんです。 そんな感じ。いけるやろ思って過信したら絶対ダメ。天候一つでガラッと変わるようにして、まあこの近郊でやってたら市場が近いっていうのがね、まあ、メリットのとこあって、もう収穫してすぐに市場に出荷できるのがすごいありがたいこともあるけども、やっぱり周りが家やったらね、音とか匂いで、あと何やろうね、朝早う薬とかね、ああいうのはやっぱり気使うとこありますね。はい、難しいとこ言うたら担い手やね。やっぱり何でも一緒やだけど、こういう農業なんか特にね、担い手いうか、あと次がね少ないから、農業したいって言うて全然今までしたことない人が来てくれるのはあんねんけど、でも全くその経験のない、見たことない人が実際来てやらせてくれ言うたかて、もう1から10までずっと教えなあかんから、1年経ってもなかなか覚えられへん。例えば今年なんか5月の末、最初か、一番晴れてる時、その時に毎年してることはあんねんけど、今年はもう梅雨が前倒れで早かった、もうそれが全然できなくなったから、マニュアルが合ってないようなもんやからね、自分でそれは変えていかんと。それとあと難しいのはね、そのやっぱり土地やね。土地を借りてやらの、こうてもないのは全然できないから、土地を借りてすんだけど、なかなかその土地もね、その
なんて今まで畑やってきたとこをすぐ貸してくれるわけじゃない、もう荒れ地で何もできへんから言って貸してもらうわけだ。綺麗な畑にしようと思ったらやっぱり 2,3 年で、そこから作っていって4,5 年 5,6 年目でちょっと返してくれって言われたら、もうまたそれね返して次借りなあかんようになってまうから、もうやっぱりそこが一番新規収納で難しいとこちゃうかな。最近農協とか市とかがね、そのマッチング言うて、あの個人的に貸すのは怖いから、うん、農協なり市なりの中に入ってもらって、ほんで貸すっていう制度はあんねんけど、なかなかその制度も行き渡ってなかった。だからもうちょっと幅広く PR してもらってね、で借りたい人にやっぱり農業、それも何年契約とかちゃんと、その10年やったら10年ちゃんと契約して借りれるような形にしてもらったら、なかなか土地、自分の土地やったらねそれはずっと使えるんだけど、なかなか土地までこうて農業なんかできへんから、特にこの大阪なんかね、担い手と土地の問題やね、うん、僕も30年近くやってて、僕の経験を今ちょっと一人アルバイトの子が農業したいって来てやんねんけど、全部こう教えれたらあの子もあの早くねできるようになると思うし、全くゼロからやるよりね、失敗ばっかりして、あの子もちょっと畑近くで借りてなんかあのやってやってんけど、もう失敗失敗失敗で1年半やってんけど、ほとんど収入ゼロみたいな感じ。それは失敗する、失敗もしたらええねんけど、うん、そうやけどなかなか失敗ばっかりやったら自分で独立しようもだからできへんし、でもやる気はすごいある子やからね、うん、一生懸命やってやる子やから、ああいう子がね、ほんまに、ちゃんとした土地で借りてやっていてくれたら、まだまだ大阪の農業も続くと思うんだけど、今農協で結構それやってくれてるからね、応募したら来るのは来るんですわ。ただその人がほんまに農業やりたいか言うたら、そうでもない人が半分以上やね、うん、なんか農業ってなんか青空の下で、うん、のびのびとできるっていうようなイメージ持ってきあって、実際やってみたらもう全然そんなんと違うし、うん、だからもう入って1ヶ月ぐらいで辞める子がほとんどやね。もう56、うん、あと20年できたらなと思ってんねんけど、やっぱ今までね培ってきた技術とかね経験ね誰かに伝授していけたらええなと思って、まあ、今一人来てやるから知ってる限りは教えていこう思ってんねんけど、最低3ターンって言うねんけど、これ3ターンやったらちょっとしんどいと思う。やっぱ5ターンほどなかったら、5ターンですか、うん、というのは3ターンで綺麗に回していけば、はい、1年通してまあ、作る野菜にもよんねんけど、収穫して次畑を耕す作業ができへんかったら、もうそんでその期間っていうのは収入ゼロになるから収穫できへんし、余裕持って1人5ターンもあればいけると思うねんけど、種まいて早くてもやっぱり2ヶ月先の話になるからね、うん、枝豆でもネギなんか3ヶ月、若ごぼうなんか半年先の話やから、若ごぼうだけでやっぱり5ターン6ターン作ってるから、その残りの畑でそのほうれん草とかネギとかして収入出さんといかんからね、だからやっぱり1丁ぐらいは、うん、必要になってくるね、1人来てもらおう思ったら。他府県都市同様、八尾でも農地の住宅地への転用が止まりません。また新規就農者も減少の一途をたどっています。しかし新たな都市農業を育成発展させ、都市生活と農業との新しい関係性を追求していかなければならないと考えています。 UCO ではさらに様々な近郊農家の現状を追いかけていく予定です。八尾の松岡農園の皆様、取材ご協力ありがとうございました。おいしい八尾枝豆、八尾若ごぼう、これからも楽しみにしております。下のお湯でやります。雨が沈むか沈まんかぐらい。八尾の枝豆の目安としてはちょっと
橋がないか分かりますか、ちょっと開くんですよ。ああ、はい、それが目安なんです。割と地方だと薄い目で出荷するんですよ。それはなんでかっていうと、運ぶ間にガラ溶けてくるので。でも金庫はもうギリに限界まで、枝豆の限界まで。氷入れる。塩ないか。これちょっと冷めてからないと、熱々振ったらな、中まで染み込んでもうて、あんまり塩なしせえへん。表面についてるだけでいい。こっちはもう後から。